山本太郎君ありがとうございます、えー、今朝起こった地震によって、えー、被害に遭われました皆様に心からのお見舞いを申し上げます自由党の山本太郎です、えー、世間では分かりづらい話についていけない代表版でございますこの TPP 会派を代表して質問いたします恐らく国会議員であっても理解されてない方々勉強を諦めた方たくさんいらっしゃると思います この審議、ネット中継でご覧になっている方々も多数いらっしゃいます、どうか多くの人々が理解できるよう、簡潔に分かりやすくお答えください、SPS 検疫について、TBT 表示について話を進めてまいりたいと思います、資料の1でございます、はいえー、先日のです、ね、質疑の中で、石原大臣の答弁なんですね、えー、実際には資料にあるとおりの少し長め、 の答答弁弁ななんんでですすすけけれれどどももありがとうございまこれ要点だけピックアップすると TPP 協定ではいわゆる予防原則について明示的には触れられていないと答弁する一方で加盟国が食品の安全を確保するために必要な措置を取る権利が認められているこうおっしゃったちょっとなんか難しいなと思うんですよこのフル,フルバージョンで見たとしてもこれを聞いて何人の国民が正しく理解できるのかな。 いや国会答弁というのはそういうものなんだよって言われれば、まあ、それまでなんですけれども、まあ、国民の理解を得られるようにと毎度呪文のように皆さんおっしゃっているわけですからそこの部分、努力する必要があるだろうと思いますシンプルにですねぜひ一言でお答えいただきたいこれ、石原大臣のご発言なのでぜひ大臣にお答えいただきたいんですありがとうございます、えー、TPP では予防原則に基づいた食品の安全確保のための措置を取ることができますかできるまたはできないでお答えください 食の,の安全、これまでもこの委員会で今、ご議論が一番熱心にされてきている一つのテーマだと思いますが、わが国が科学的根拠に基づいてです、ね、これまでもやっておりますし、これからもしっかりと規制せねばならんということについては、規制をすることができます、この TPP 協定によって、それを動かされるものではない、このようにご理解をいただきたいと思います。 山本君うーんこんな簡単な質問に対して一言で答えられ答えられないっていうのが非常に怪しいそう思っちゃうんですよね一言で答えられるんですよしかも答えてほしいこと答えてない質問に答えてない、えー、その答えてなかった部分についてお話ししますそもそも予防原則って何ですかってことをお話しする環境や食品による人体などへの被害の重大性が科学的に完全には分かっていなかったとしても予防対策としてそれを実施する 原因物質などを排除するという考え方危険か安全かはっきり分からないものに関しては危険という認識を持って措置をするこれまっとうな考え方ですよねこの予防原則に基づいた措置が人々の健康や生命を守るためにいかに重要か私たちの国は身をもって経験しているつまり予防原則の重要性は日本の公害経験からも明らか例えば水俣病1953年頃水俣県 熊本県水俣市周辺で発生たくさんの住人が水銀中毒による中枢神経障害を引き起こした原因は新日本窒素肥料が海に廃棄した廃液中のメチル水銀魚介類で生態に濃縮されこれを食べたことにより起こった被害の拡大を防ぐ機会は何度もありましたざっくり振り返ります1953年頃から猫が死に至る奇病が相次ぐようになった 3年後56年5月原因不明の奇病が人間に対して多発しているという報告が病院から水俣の保健所に入ったこれが水俣病の公式発見とも言われてますよねその年の11月水俣病の病院え原因は重金属中毒であり魚介類の摂取によって人体に侵入 汚染源は窒素の水俣工場の廃液が疑われると熊本大学医学部研究会が報告翌年8月熊本県は被害の拡大を防ぐために食品衛生法による水俣湾産魚介類の捕獲販売禁止措置を厚生労働省に打診しかし厚労省はこの地域の魚介類が全て有毒化しているという明らかな根拠が認められないので当該地域で捕獲された すべてに対して食品衛生法の規定を適用することはできない、そう言った、結果どうなったか、被害はより拡大した、1959年3月、水質保全法。 工場排水規制法のいわゆる水質2法が施行しかし水俣湾周辺は推定水域に指定されずアセトアルデヒド製造施設も特定施設指定されず排水規制も行われなかった魚介,魚介類の捕獲販売が禁止されたのは1973年6月最初の兆候として注目された猫が死に至る奇病から20年も経った後と20年ですよ 何度も予防原則に基づいた規制を行うチャンスはあったけれども放置したことにより多くの被害者が発生した。 予防原則の非適用による典型的な失敗例として、アスベスト被害も有名ですよね、環境省自身もアスベスト問題に関する環境省の過去の対応についてというレポートで、予防的アプローチができなかったことがアスベスト被害を拡大させた原因と認めている、他にも予防原則に基づいた施策が行われず、被害が拡大した事例は、遺体遺体病、四日市公害、六日クロム交際事件、トルクヒ素公害、 金優勝事件、えー、杉並病などなど被害が確認されてから対処療法的に取り組んだのでは手遅れであり取り返しがつかないだからこそ予防原則が重要なんだっていうことですよね。 でここで、えー、通告した質問で、ね、あの聞くつもりだったんですけども時間がもうないのでそま進みます何を聞いていたか遺伝子組み換え作物による健康被害はあったんですかってことを聞いたそしてそればかりでなく日米平行協議で1年以内に承認を完了させる約束をした4つのアルミニウム添加物に対して健康被害はありますかという質問をしたそれに対する答えはもう分かってるんですないないなんです。どうしてか人体に影響があると 科学的根拠に立脚したものでなければ人体に影響があるとは言い切れないのでないという答えになる遺伝子組み換え作物はご存知の通り諸説あり虫も食わないものを子供に食べさせるのかそういう人々もいるそして早速アメリカ様に差し上げた1年以内に日本の承認を完了しなさいよという4つのアルミニウム添加物のうちの1つは EU では禁止されています予防原則に立ちもっと慎重になるというスタンス必要なのに何か違う方向いってません 国民の健康と生命を守ることにつながること、予防原則に立つ意がないんだって話なんですよ、続いて先ほどの発言から、大臣にもう一度お聞きしたいんですね、資料1にある以前の発言、TPP の SPS 規定は、WTO の SPS と同様の措置を取る権利が認められる、ここからです、聞きたいことは、つまりは予防原則に基づいた措置も取れるという理解でいいですか。イエスかかノーかでお答えください先ほどねえ 長い答弁を返された神さんのときにも、イエスかノーかで言ってくれたら答えるのにってことをおっしゃってました、予防原則に基づいた措置も取れるんですか、WTO と同じようにってことですよね、そういうことでよろしいでしょうか。石原国務大臣 私も水俣には何度かご訪問をさせていただいておりますけれども、いまだに多くの方々が苦しんでいる、そしてその病をです、ね、科学的に実証することができずに、当時と今のテクノロジーの差というものがありますけれども、昭和40数年まで放置していただくということには、 今行政府の中にいいいるる人ととししてて深く反省をしているところでございますその上で、先ほどもご答弁をさせていただきましたとおり、我が国の規制に対してです、ね、この TPP は排除しているわけじゃないんですね、そして委員のご指摘は予防原則についてでございますけれども、もちろん科学的に実証できたものについては、 誰からも文句言われないしかし、情報を集めるわけです、入手可能な適切な情報を、それに基づいて暫定的な措置を取るということを、この排除しているものではないということも、再三、ご答弁させていただいているところでございます委員長山本君。ごめんなさい、また答えてくれてない、はっきりと、予防原則に立てるのか立てないのか、どちらなんでしょう、立てるか立てないかでお答えください石原国務大臣。 何度もお話をさせておりますけれども、TPP の問題で,です、ね、この SPS SP 省,省においても、あるいは委員ご指摘の WTO の SPS 協定と同様にです、ね、暫定措置をできるというふうに考えております、ですから委員の答えに対する答えはもうすでにしっかりと申し上げさせていただいております委員長山本君。はっきり言ってくださいよ、じゃあ、予防原則に立てますって、お願いします、大石原国務大臣。 あの法案の文言がどうなっているかということに立って、私は法案を担当している、11本の法案を担当している大臣でございますので、この TPA 協定の方については、その協定の解釈についてお話をさせていただいている、ご答弁させていただいたとおりでございます委員長山本君、はい。大臣は嘘を言われてないんですよ、遠回しに予防原則に立てないということしか言ってないんです。 予防原則に立てないということをごまかすための答弁をずっとなさってるんですよ、どういうことか説明します、TPP の SPS の規定が WTO の SPS と同様であるならば、予防原則は適用できませんよ、なぜなら、WTO では予防原則が否定されたから、リスク分析、つまりは科学的根拠に立脚したデータなどを示すことができなければ、規制することができないということですよ、これは予防原則とは全く違う考え方ですよね。 政府は上手にその2つ混ぜ合わせながら、いかにも予防原則に立つことが排除されていないような雰囲気を作っているけれども、デたらめじゃないですか。あまりにも有名、先ほど他の委員からも話があった、アメリカが EU を訴えたホルモン牛の輸入制限事件において、WTO で明確に予防原則、否定されてるじゃないですか、ざっくり説明します、この事件では、EU は成長ホルモンを投与した牛の肉を発がんのリスクがあるということで、健康リスクを理由に輸入制限。 この EU の措置が WTO の SPS 協定に違反するとしてアメリカとカナダが EU を訴えたこの時 EU は予防原則というものが国際慣習法として定着しており予防原則に基づく措置は SPS 協定違反にならないと主張結果どうなりました完全に敗北じゃないですか石原大臣言うところの TPP TP の SPS 協定の規定は WTO の SPS 協定と同様であるならば TPP において ホルモン牛輸入制限事件で明らかになったとおり予防原則に基づいた措置は SPS 協定違反となるリスク分析でのみつまりは科学的根拠に立脚した証明責任を果たすことができた場合のみ新たな規制がかけられる。 食の安全や健康に対する脅威を止めることができる話になる。検疫に関する TPP 協定文の第7章9条2項、客観的で科学的な根拠に基づいていることが該当する部分じゃないですか。報復関税かけられてもいいんだと、国民の生命と命を守るっていうなら別ですけれども、その気概、安倍政権にあるとは思えませんよ。その,しその場しのぎで言ったとしても、通用しません。例えば子宮頸がん、このワクチンで副反応で苦しむ少女たちに対して、大胆な救済、行われてますか ワクチンの干渉再開を狙っている状況を見ただけでも、それははっきり言えること、日本独自の食品や環境の基準、表示を採用するためには、客観的で科学的な根拠に基づいていること、つまり人体に影響があるという、蓋然性がはっきりしなければならない、その立証責任を果たさなければならない、それらが果たされないまま基準や表示を行った場合は、当然、ISDS で訴えられる可能性が出てくる。 でもね、政府はこう言ってる、ISDS について、第9章、投資の章にのみ適用する、投資の章以外は関係ないと言ってる、でもそうですかって、SPS、t b d 関係ない、ISDS 関係ないっつってる、お花畑かよって、ほかの,の,の章の違反であっても、投資財産を持ってる。 外国投資家が損害をかぶれば第9章の投資の章に規定された内国民待遇、公正公平待遇義務や収容の禁止に違反するという主張によって ISDS で訴えられる可能性十分じゃないですかフィリップ・モリスとオーストラリア政府の話タバコのパッケージに関して訴えたでしょタバコのパッケージは本来タバコ会社は自由に使えるけれどもけれども政府がパッケージの一定の面積を使って喫煙は健康リスクがあるといった表示をしろと要求した。 それパッケージの表面、奪い取ったことと同じだよ、間接収容ですよってことで訴えられたじゃないですか、政府が言う ISDS は第9章投資の章でしか使われないっていうのは、詭弁なんですよ。で、言いたいことは山ほどあるんですけど、その先に進みたいんですね、もう時間がないんで。えー、お聞きします、このね、ISDS、非常に危険、それだけじゃなくて、SPS、あの S 要は歯止めがない、予防原則が使えない SPS 協定、そして幅広く投資先の政府を訴えられる ISDS 条項とか組み合わさるっていうのは、これ、危険極まりないの明らかですよ、じゃあどうすればいいですかって、せめて ISDS 使えないようにしたらどうですかって、そういうことできないんかな、お聞きしたいんですけど、TPP 加盟国同士で ISDS をお互いに使わないっていうふうに約束したような国って存在しないんですか、大臣ご存知ですよね、教えてください。石原務大臣 ISDS については、互いに投資家が相手国を訴えるという制度でございます。そして委員はすごく極解されておりますんで、ぜひあのの条文を読んでいただきたいと思います。第7条、第9条、科学および危険性の分析、衛生植物検疫措置の適用に関する協定の関連する規定に基づく、締約国の権利および義務を認めます。 この章のいかなる規定も、締約国が次のことを行うことを定めるものを介していない。え、ここに abc とありますので、c だけ読ませていただきます。食衛生植物検疫措置を暫定的に採用し、または維持すること。先ほどご答弁させていただいてます通り、暫定的な措置を導入することが可能であるということで。 委員の解釈は間違っているとご理解いただきたいと思います山本君 WTO と解釈が一緒なんだから予防原則守られないの当然じゃないですかそんなこと言ったって無駄ですよこのままか緩めるかどちらかじゃないですか当然です先ほどのお答えいただいてませんよ質問にも答えずに一体どういうつもりなんですかわからないから答えなかったんでしょどの国が TPP この TPP 合意後にこの ISDS に案がっておりますのですませんおまとめください、えー、ISDS に対して TPP 合意後 ISDS を使わないでおこうという2国間の合意をした国がオーストラリアとニュージーランドですよ、それも答えられないんですか、委員長すみません、えー、理事会でお諮りいただきたいんです、もっと詳しい甘利さんを呼んでください、お願いしまますすで協議します委員長山本君終わります。